ほら、みんな食べてくれよ。次の調査に向けて力をつけないな。次と何言ってんだよ、じいちゃん。ネルギガンテだよ。どこまでも追いかけるに決まってるだろう。次も頼んだぞ。知りたいことまだまだいっぱいあるよ。祖父が月の石と呼んだこれの謎も相棒のおかげで解けました。あなたは希望の青い星。きっとこれからもみんなを導いていくんでしょう。だけどどんな時も私が一緒です。五匹の竜の話にもありますからね。星のそばには月がいるって。そうと決まればもちろん腹ごしらえですよね。乾杯。